松永哲也4月15日隊は日本のセーリング選手。男子479日本代表として北京オリンピックに出場し7位に入賞した。1979年4月15日に京都府に生まれ小学2年生から父がコーチを務める大津市のジュニアヨットクラブに入りヨットを始めた。中学3年時にはオプティミスト級でアジア大会銀メダルを獲得した。 高校は大阪の西風学園に通い、同志社大学に入学した。同志社大学で小柄な日本人でも世界で戦える470級に変更し、4年時にはインカレで優勝したが、競技を続けられる就職先が見つからず、トラック運転手をしたこともあったという。北京オリンピック出場を目標に2005年より、大学の後輩である上野太郎とペアを組み、 翌年から工業用接着剤メーカースリーボンドの支援を受け、見事に2008年北京オリンピックにて、セーリング男子470級の日本代表として7位に入賞した。引き続き、スリーボンドに所属するも470級ペアであった、上野選手の引退により一時期はタクラスで活動していた。2009年には J24 級で全日本選手権優勝を果たした。 その後、吉田優吾をクルーに470級男子日本、ナショナルチームの一員として、リオデジャネイロオリンピック出場を目指した。その傍らで同志社大学のコーチとして、更新を指導していた。2012年には全日本470級ヨット選手権大会で、初優勝。2015年、デンマークのオークスで開催された470級ヨーロッパ選手権に出場し、 総合10位となり、土井と今村君彦組との激しい日本代表争いに惜しくも敗れた。2020年には全日本スナイプ級ヨット選手権に西島隆史と出場し、3位に入る活躍を見せた。ありがとうございます。